リングしてますよね。今日のつば九郎の仕事いきましょうか。あら、ちょっと固まってますね。どうしたの？お、大丈夫ですか？なんか考え事してた。さあ、行きましょう。前から見たのズームアップ。あ、後ろの人も映ってる。はい、行きましょう。さあ、今日は9月3日ですね。1977年9月3日に王さんが中国語を打ったということで、9月3日ホームラン記念日だそうです。今夜は村キャミテイですよね。はい、昨日もね、素晴らしいニューショットホームランを放ってくれましたけども、期待します、期待してます。弱気でいたらこう言います。何やってるんですか。はい、スマホを。いや、バスケ盛り上がりましたね。はいはい、あと、みんなご存知、2112年9月3日、ドラえもんの誕生日。おー、皆さん知ってましたか？うなずいてる人いる。2112年、本当に現れますかね？ですか？90年後ぐらいですよね。皆さん安心してください。はい、書いてます。書いてないのがよくわかりませんけど。はい、スマクロがあと90年頑張ります、見届けます。120年目の大ベテランスマクローっていうね、お母さんの時がドラえもんがいたらこんなお願いをしたいです。渾身するのにあるからせめて渾身する前までシュークリーム投げないで。食べるとね。え、つば九郎、お前美味しいよ、お米食べさせてあげて。それは分かるんですよね。北海道の球場、バックネットからの距離少し伸ばしちゃう。これで事前にね。はい。バレないと思って書いていた交換日記流出しちゃうよと教えてあげて、教えてあげて、事前にね、このまま行くと野手に投げますよ。投げ投げ90年後のドラえもんと、ドラえもんに会いに、さあ行こうか。これだけ今日のスマクロお仕事でした。